沼山古墳は奈良県柏原市白柏町にある古墳。形状は円墳。史跡指定はされていない。奈良盆地南園、増田岩泉のある丘陵から北東に伸びる尾根城に築造された古墳である。1982年に公園整備に伴って奈良県立柏原考古学研究所による発掘調査が実施されている。墳形は円形で、 直径約18メートル、高さ5.5メートルを測る。主体部の埋葬施設は右肩袖式の横穴式石室で南方向に開口する。原室の平面型は正方形に近く、原室の天井部はドーム状の形態である。発掘調査では原室内において、 多数の副葬品が検出されており、特にミニチュア炊飯具のセットが注目される。この沼山古墳は古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と推定される。正方形に近い平面形、ドーム状天井という石室の特徴から、トライ人の墓とする説が挙げられている。石室原室主体部の埋葬施設としては、右肩袖式横穴式石室が構築されており、 南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材は花崗岩の自然石で長手石される。原室では高さ2メートルまで垂直に積み、その上は4壁を内側に持ち送りドーム状天井を形成する。天井石は2枚。また原門部では閉塞石が残存した。正方形に近い平面形。 ドーム状天井を特徴とする形態の石室は真弓、関鈴鹿古墳、与落関鈴鹿古墳、与落貫女古墳でも知られており、トライ系集団の古墳の特徴と推定される。発掘調査において、原質内で検出された副装品は次の通り。河原家のうちでは、特に原質中央部において検出されたミニチュア炊飯具セットが注目される。これらの出土品は、現在では、 奈良県立梶原考古学研究所で保管されている。ありがとうございます。